えっとね、本当にね、いい加減にしてください。あ,もうあんたらの病院にはね、愛想がつきました。はい、どうも、生態史のあきらです。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えっ、ー、と、またもや、ぐちぐち言わせていただく動画になりそうです。ですので、ああ、もうめんどくせえなーって、こんな動画聞きたくね、悪口なんか聞きたくねっていう人は、もうここで動画止めてください。 はいえー、とまあ今日もですねちょっと愚痴にはなるっていうかまあちょっと、まあ、いい加減にしろよっていう感じのところなんですけど、まあ、先日ですねあのなんか間違ったこうストレッチを伝えてきた病院に対して「お前何やってんだよ」的なことを言ったんですね、はい、で、まあその病院がですねまたもやらかしやがったんですよね、はいまあ、それを患者さんが言ってはってそれを聞いて で余計腹が立ったっていうことをまたちょっとお話ししようかなと思いますでまあどういったことあったのかっていうことを話すとまたあの患者さんが来ましたそしてその患者さんもまず最初にあの整形外科行ったんですよねでまあ大阪でもちょっと有名なところであの腰についてはすごい権威のある病院に行ったんですねで実際にそこの病院に行ってーマ洗いを取って椎間板ヘルニアだと。 言われたんですねでエヘルニアと言われて、えー、そのままですね、あのー、手術するのかしないのかみたいな話になっていやできればしたくないですそしたらあのリハビリに回そうかというところでリハビリを受けることになったそうなんですよねでここなんですよねここでなんですけどでそのままその患者さんはリハビリ室の方にふーっと入っていかれたみたいなんですけども、えー、リハビリ室のね理学療法士の先生からですね えっと、先生から何て言われたんですかみたいな感じで言われたんですよ、うん。はいって感じなんですよね、患者さんからするとで。患者さんからするとどういうことなのかっていうと、まあ、診察を受けた上でのリハビリを指示されているのであれば、私のこと知っててもおかしくねえんじゃないのかっていうようなことを思われてたそうなんですね。うん、確かにそそのの通りですよねその理学料おっさんは なのか病院のそのシステムなのかどうなのかわかんないですけども先生なんて言ってましたかっていうような感じなんですよでそれは何,何を聞いてきたのかって言ったらその症状だったりとかどういうことしろとかっていう内容ですよねリハビリ内容とかってどういうことしてくださいってあの言われましたかとかどういった症状っていう診断がつきましたとかそんなことは自分で調べは早いじゃねえかっていうようなね感じなんですよでもそれを、えー、実際にですね自分で調べることもなく、えー、患者さんから聞くっていうことを やってたみたみいなんですね、えー、でもそんなのってなんかおかしいですよねだってそういうリハビリっていうのは先生からの診断があってそしてその診断をもとにリハビリを組み立てていくってことをやっていくんですよね。で、まあ、僕も正規科で働いてたからわかるんですけどもそういうことを、えー、しないっていうこと。 ししてないんでしょうねおそらく事前に調べるっていうこと、うん、なんでまあだから来た人に対してじゃあどういうこと言われたのかとかどういうことしろって言われたのかっていうことを聞こうとするんですよ患者さんからで患者さんからしたらハァってなるじゃないですかいや私の体先生見てくれてそれをこうカルテとかで流したりしてその自分のことを知ってくれてその上でリハビリをやってくれるというふうに思うじゃないですか、うん、だからそれは何やろなこの病院っていうような感じで思ってらっしゃったみたいなんですね でまあまあでも一回はいいと。まあまあまあよしとしようと。まあでもこれでもリハビリを教えてくれるのであればいいよねって思ってまあその時はなんかこの足を動かす運動みたいな体操をしましょうって言ってで歩き方の指導みたいなんで終わったみたいなんですよ。でまあまあそんなもん思いながらもでも痛いし早く治さなあかんちゃんと治さなあかんっていう思いでもう一回リハビリ行ったんですって。うん でそのリハビリ行ったのいいんですけども行った瞬間に言われたのが先生が変わってたんですよ担当する先生が変わってたんですねで担当する先生が変わっててさらにまたこう同じこと言われたんですってえっと先生に何て言われましたって病院のドクターに何て言われましたってどういう診断つけられましたかでどういうことしようって言われましたかってもう一回言われたらしいんですよはあってなったらしいんですその患者さんはねえ,えだって一回 1> 回,まあ、1回目、連携が取れてないっていうのでまあ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 100歩譲っていいでしょっていう風になるでしょうけどもでも1回リハビリを見ていただいてですねでその情報をですねシェアせずにまた新しくそこからですね患者さんからその情報を聞き出してんでリハビリを組み立てようとするんですよ。えこれ言語道断ですよねありえないですよねリハビリやってる先生だったらいやその病院ありえないんじゃないかと思いますよね。 そうリハビリってこうやって継続していってでまあトライアンドエラーですよねあのこういうことやっていきますこういうことやってって経過が良好になったからじゃあこれを続けていきましょうとかこういうことやったけど効果出なかったからじゃあこういうことやってみましょうっていう風にこうに積み重ねていって成果を出すものじゃないですか。でもそれをせずにねこう 1>, 1回目の情報をこのリハビリ室だけでも情報のシェアもせずにですよでまた来ていただいてそこでまた一から問診を始めるんですよこんなことしてたらね治るわけないって言ってやめられてうちの生体に来られたんですよもうそれ聞いた瞬間ああもうこの病院終わってんなと思いましたはいあの連携できてないんでしょうね 病院のまずドクターと理学療法士でも。で、理学療法士とドクターの間で連携できてないし、しかも理学療法士同士でも連携できてないんでしょうね。はい、そんなんだったら治るわけないですよね。看板ばっかりね、めちゃくちゃいいもん背負ってるんでしょうけども、実際中、蓋開けてみたらこんなもんですよね。はい。もうそんなもんね、やってるんだったらやる意味ないです。看板閉じてくださいって言いたいです。ね、患者さんのことをね、あの一生懸命見るっていうふうに思って、やってんのかって話ですよね。 でそういう人に限ってね、やれこの病院だ、ドクターの意見だとか、なんだとかとかって言い訳するんですよね。もうそんなとこだったらやめちゃえばいいのにって正直思います。はい、でももう,もう信じられないですよね。いまだにそんな病院あるのかと思いましたし、しかもそれを行ってるのが、腰椎のこの関係でめちゃめちゃ有名な、大阪でも有名な指折りの病院なんですよ。その大きな病院、そのね、 患者さんから実績がある信頼がある病院なのにしかもそれをねちゃんと信頼に応えないで患者さんの悩み助けをに応えることなくですねそういった適当なことばっかやってるんですよね僕は病院が嫌いとか医者が嫌いとかそういうこと言ってんじゃないんですよ人としてどうやねんっていうことを言いたいですよねそうだからそこをちゃんとしろっていうふうに、えー、言いたいですはいっていうふうに言いましたまあ名指しはしないですけどもでもそういうふうなところがあるから そうやってね、こうずっとずっとこうこう悩みを抱えてらっしゃる患者さんがいるんじゃないですか。だからそこを助けてあげるために仕事をしているんじゃないのかなって、もう一度考え直してほしいって、めっちゃ思いました。はい、というところで、またちょっと愚痴動画で申し訳ございません。えっ、ー、と、でも、なんかこう言わないと、すっきりしなかったので。 はい、目が座ってると思われるかもしれないですけど、はい、あのー、なんかすごいね、感情的になったので、うん、えっ、ー、とー、ね、変えていかなくちゃいけないのかなっていう思いもあって、まあでも僕一人の、あのー、発信力で全然、こう、変えれるような力もまだまだないですし、でも、地道にやり続けることは絶対大事だと思ったので、まずはこの気持ちを大事にしようと思って、まずは、 こういう風に発信させていただきました。ちょっとご気分、えー、悪くされた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、これが実際に起きている現状みたいです。ですので、これを正すためにも、やっぱり、えー、っと、僕もですね、まあ、しっかりやらなくちゃいけないなと思いました。はい。えー、すいません、えー。ごちゃごちゃ言いまして、えー、またですね、楽しい動画上げていけるように頑張りますんで。 はいえー、本日の内容はですねまたいいねと思っていただければ賛同していただければいいねボタンとか、えー、あとはチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本、はい、本日も動画ごご覧いいただき本当にありがとうございました